片桐勝元は豊臣家の直参家臣で、賤ヶ岳の七本槍の一人に数えられる武将です。父は浅井長政の家臣、片桐直貞、大海の国滋賀県に生まれ、名ははじめ助作と言いました。豊臣秀吉に仕え、天正11年、1583年、賤ヶ岳の戦いで、七本槍の一人に数えられる戦功を挙げ、三千石家像となり、東一の神に叙任されます。文禄1年、1592年、朝鮮に渡海、戦だけでなく、軍船の調達街道整備物資の補給などの兵担も担いました。また武将よりも奉行としての活動が増え、諸国の検地奉行や、方向寺大仏殿などの作事奉行を務めます。慶長3年、1598年8月、秀吉の死の直前に、この豊臣秀頼付きの家臣を監察する地位につくことになります。関ヶ原の戦い後の慶長6年には大和へぐり軍で1万8000石を加増されますが、これは徳川家康が豊臣政権の御大老としての立場で与えたものと考えられています。勝元は純粋な秀頼の老臣ではなく、家康の指示を受ける立場になっていました。慶長10年頃には秀頼の名代や本国祭の奉行など、豊臣家の老臣とみられる活動のほか、摂津、河内、泉の国奉行という徳川幕府の利領としての活動もしていました。幼い豊臣秀頼に代わり、徳川家康の政権を協力する立場となった片桐勝元は大阪総奉行と呼ばれるようになります。慶長19年、1614年、方向寺大仏殿の照明をめぐり、徳川家康は名分が徳川家を呪い、豊臣家の繁栄を願っているものだと嫌疑をかけてきます。これにより片桐勝元は釈明のため徳川家康のいる駿府城に赴くものの、徳川家康とは面会できませんでした。代わりに徳川家臣本田正純から淀殿が人質として江戸に移る、豊臣秀頼が大阪から他国に転封するのどちらかを選べば、方向寺の名分については許すと条件を出されてしまいます。大阪に戻った片桐勝元は条件を淀殿に伝えましたが、なんと同時期に駿府城へ向かい、先に戻っていた淀殿の乳母奥良京の局が徳川家康と対面し、特に何の条件もなく許してもらっていたのです。徳川家康の策略にはまった淀殿は片桐勝元を裏切り者と決めつけます。こうして片桐勝元は一族と家臣を連れ大阪から逃げ延びました。その後大阪夏の陣が終わった数週間後、以前より患っていた病により京都にて亡くなっています。